意外にも個人情報の宝庫であるゴミ。ゴミ収集業者である一致は、ゴミの分別から世帯収入が読み取れるという。今回のスレでは、住宅エリアのゴミの特徴を詳しく見ていこう。わいゴミ収集マン、富裕層ほど分別しっかり、低所得層は分別グダグダ。これ確実にあるんだがお前ら思い当たることある？なぜ低所得層はゴミの分別がしっかりできないのかな？不思議なんだが。富裕層は自分でやらなくね。低所得より土建一家は分別しないイメージ。焼却炉の性能がいい地域だと空き缶空き瓶以外は何でも燃えるゴミで出してるイメージ。ルール、コンプラ、モラル、マナー、こういったことをちゃんとできる人は、自然とお金持ちになるのか、お金持ちだからこういうことを意識できる人格になっていくのか、どっちなのかな。確かに、所得が高くて立場のある人ほどモラルが高そうだ。部屋が狭いと分別するゴミ箱が場所を取りすぎる。ガチでマジで、低所得の民度の低いエリアは分別がいい加減だったりするんだよ。例えばアルミ缶、その中にスチールや瓶を混ぜてたり、いや、それ分別できてないでしょ、と。ガチ底辺は、近所のコンビニにゴミ捨てに行く。ありそうで怖い。コンビニは、コロナで外に置いてあるゴミ箱店内に置くようになってから減った気がする。店内にゴミ箱を設置することで、不審ゴミや家庭ゴミの持ち込みの予防にもなっている。ちなみに、家庭ゴミをコンビニのゴミ箱に捨てると、廃棄物処理法違反の罪に問われる可能性がある。ゴミの再資源化って、分別をちゃんとして初めて成立するんだよ。資源ゴミって時代とともに分別収集が厳しくなってるんだけど、セレブほど環境を意識するのかちゃんとできてるんだよ。うち低所得だけど嫁が厳しいからちゃんと分別してる。実際足立はマジでひどい。アルミ、スチールって今分別しないだろ。自治体によるとしか、空き缶の分別が必要ない地域もある。このような地域では、回収後に業者が分別している。常識あるお前らにお願いしたいのが、段ボールを出すときにこういう出し方するやつがいるんだけど、超嫌われてるから知っといてほしい。なんで？潰してない箱の状態の段ボール出されると、かさばるから被害者のトラックの荷台にたくさん詰めなくなるわけ。だから一つ一つ作業員がその場で潰さないとダメになるんだよ。大変な労力なんだよ。わかってよ。もちろん段ボの回収時に、こういうパッカー車という車両の場合は別だよ。箱状態でも放り込んだら潰してくれるからいいんだけど。貧困は分別するほど暇がないのよ。暇があっても承認欲求稼ぎに行くし、金持ちは暇も承認欲求も満ちてる。自然やな。段ボールの場合、必ずこのように折りたたんで、紐やガム手で縛って出してほしいんよ。段ボの箱を潰さずに出されるとかさばってトラックの荷台にまともに詰めなくなるから、いちいち回収時に一つ一つ潰さないとダメなんだよ。これが大変な手間で回収作業員みんな困るわけ。常識あるお前らなら言ってること理解してくれるよな。繰り返しになるけど、段ボこういう風に出すやつが結構いるんだけどこれ迷惑なんだよ。いちいち潰さないとダメだから手間が大変。で、さらにひどいのはこの中に新聞や雑誌を混ぜて出してるやつもいるんだよ。もちろん分別できてないのわかるだろ。段ボール新聞雑誌がごちゃ混ぜになってるわけ。自治体によるから変なルールをしつけんな。そこに止めれない場合は運ばないかんけど、箱詰めしてないと持ちにくいやん。視聴者の皆様もお分かりかと思うが、段ボールの分別は地域によって異なる。ガムテープやビニール紐による結束を禁止している地域もあれば、先ほど一致が NG だと言っていた、段ボールの中に詰め込むスタイルが OK な地域もある。不安な方は、一度回収業者に問い合わせておくと安心だ。段ボールは必ずこのように折りたたんで、何枚かずつ縛って出してほしい。どうかご協力をお願いしたい。潰してない箱の状態、縛らずバラバラ状態、こういうのはできたらやめてほしい。俺は分別してるけど、うちの区は分別の仕方がわかりにくいんだよな。分別できてないと、結局分別するために、別途コストがかかるから、エコの観点からも協力してほしいわけ。無駄なコストがかかることは、回り回ってみんなの得にならないの分かってもらえると思うんだよ。でもここで言うコストって、お前の給料のことだけどいいの？正しく分別されていないゴミを焼却し、焼却炉の投入口が詰まった場合、その清掃作業に250万円から350万円ほどの税金が使用される。また、可燃ゴミに入っていたライターやスプレー缶によってゴミ収集車で火事が起こり、収集車の買い替えに300万円から1000万円ほどの、税金が使用された事案もある。一致の言うコストとは、主に税金だ。段ボールは燃えるから燃えるゴミの日に潰して出してるわ。それなりの地域や高級分譲マンションに住んでる人ならわかると思うけど、ゴミの分別収集はすごくうるさいのわかると思うんだよ。やっぱり違えんだよ。それうるさいからやってるだけで、何も違いはないってことじゃ。富裕層か底辺ってより、結婚して奥さんがやってるかどうかって感じだわ。
高級住宅街でも一人暮らししてる人はやっぱめちゃくちゃだし、あと外国の人もそりゃ難しいよなって感じる。貧乏そうな場所でもちゃんとしてる人はちゃんとしてるし、一人暮らしや外国人なら大変だろうから無理しない範囲で全然いいよ。もちろん俺の語ってるのはマクロ視点での話であって、ミクロ視点で見れば低所得な住宅街でもちゃんとしてる人もいるし、その逆もあるよ。そうだね、富裕層、低所得層という分け方ではなく、別の視点で二極的に語るなら、戸建てより、マンションの方が分別の優秀さは少し劣るかなというのはある。やはり、誰がそのゴミを出したのか分かりにくいという、マンション特有のあり方が、適当に出してしまいやすい心理を生み出すんじゃないかな。戸建てのエリアは、誰がそのゴミを出したのか絞り込みやすいから、変なゴミの出し方をする人は少ないと思われる。確かに、家の前にゴミを置いておくスタイルの場合は、うちのじゃありませんが通用しない。自然とゴミ出しマナーが向上しそうだ。マクロミクロってのはそういう意味じゃないよ。富裕層、雇われが仕事としてやってる場合は、仕事なので分別はしっかりする。ただし、そこまでする富裕層はごく少数。雇わずに自前でやってるところは、高確率で時間に余裕がある世帯。専業主婦だったり、ネオニートだったりと、大抵は富裕層はその手の地区に固まってるのもあって、ずさんな方法を取るとすぐバレるので、世間体もあってきっちりしてる。それ以外、そもそも時間にも労力的にも余裕ないようなのばかりなのでずさん、そんなのが何人もいるのでバレないと考えよりずさん。はい。まあ、世間体もあるのかもな。ただ世界でもそうだけど、セレブ層ほどエコに関心が高く、EV やハイブリッド車を好むというのもあるだろ。そういうのは実際、あるんじゃないかな。セレブだからそういうことにも意識が行くようになるのか、もともとそういう意識の高い人だから社会でも成功するのか、どちらが先なのかわからないけど。セレブのお知り合いがいる方は、ぜひ、コメント欄で教えてほしい。タワマン住みだけど、常識あるやつばかりではない。分別できない傾向は、低所得者に共通する子は全面的に同意するけど。これ言ったらあれだけど、高級マンションのゴミの多くは、民間のゴミ収集会社にお願いしてるけどな。いつ捨ててもいいし、分別全然言われないよ。年寄りほど分別しっかりしてるし、若者ほど分別してない。そして年寄りほど高所得で、若者は低所得。そういうことだよ。ダンボールって、スーパーとかで回収してね。なんで自治体で捨ててんだろ。これも地域による、リサイクルボックスや公民館、集会所、リサイクルステーションなど、各自治体で指定された回収所に持っていこう。年寄りがいっぱい住んでる団地。新聞の量がべらぼうに多い。富裕層が多いエリアや、高級マンションでも面白い傾向があって、ガチマジのところは何が違うのかというと、古着の量がとても多い。本当のゆとりのあるところは、とにかく衣類を捨てる量がすごい。一見高級マンションに見えても、古着の量がほとんど出ないようなところは、実はそこまでの立地層ではないね。低所得層の多いエリアや集合住宅は、とにかく古着の量がほとんどないのが特徴。そのエリアを全部回っても、袋数個しかないとかだら。捨てる服の量が真のバロメーター。金ない人がいないから住民に負担を求めてるのな。ガチマジのところや、意識高い系が多いエリアは、あんたらどんだけ服を買い替えてるの？っていうぐらい捨てる衣類が多い。今は衣類自体には、物としての価値はないもんな。可燃と不燃も、同じ焼却炉で焼却する場合も、分別させてる理由はなんだ？それは厳密なことを言うと、そもそもゴミの分別は、地域によってルールが違うということになるわけ。不燃ゴミに分類されるものが、自治体によっては、可燃ゴミに分類されたりするわけだが、この差は何なのかというと、焼却炉の性能差なんだよ。高性能な焼却炉であれば、可燃ゴミとして処理できるものが増えるわけ。性能高いと可燃ゴミの種類が多いってだけってことか。不燃も焼却炉で燃やすわけではないんだな。そう、各自治体ごとに設備が違うし、あと、人口が多いところだと、細かい分別収集をしてると、コストも手間も回収する負担も大きくなって、大変なことになるから。理想は理想としてあっても、それぞれの行政でやれることが変わってくるからね。プラスチックや食品トレイが可燃ゴミになっている自治体は、高性能な焼却設備を使用している。高温で処理できるため、プラスチックを燃やしても有毒ガスが発生せず、さらに焼却時の熱エネルギーを活用することも可能だ。また、人口が多い地域は、分別の種類を増やしてしまうと、処理の負担が大きくなるため、分別が大まかになる傾向にある。俺らみたいなゴミ収集マンって、すごい広いエリアを、ひたすら回収しながら回らないとダメなんだよ。一箇所で時間をかけてられないの、分かってもらえるよね。いちいちその場で、段ボールを潰してたら回りきれないんだよ。ほんと大変なんだよ。できたら回収する人の立場で考えるっていうのを、してほしい。そしたら、あまりにも重すぎる量をひとまとめにするのも、ダメってわかるだろ。そんなの持ち上げるのも大変なんだから。
たまに雑誌とかワニタイに、ナイロン袋や紙袋に詰めてるやついるんだよ。それ回収時に、車両の荷台に持ち上げるの大変なのわからんのかな。持ち上げて荷台に放り投げないとダメなんだから。片手で持てる程度の重さで、ひとまとめにするのがマナーだよ。迷惑なら明文化して禁止しろ。明文化できないなら諦めろ。ゴミ袋のサイズによって適正重量を明記している自治体もある。その重量を超えた場合、粗大ゴミ扱いになる。ちなみに、一度に捨てていいゴミ袋の数も決まっていることが多い。限られた時間内で全て回収するための、大事な決まり事だ。今一度、確認してみよう。ダンボール雨ざらしなんだけど、雨降ってしなしなになっちゃっても、大丈夫なのかな？それは全然大丈夫。トラックで回収する場合は、適度に雨が降って濡れてくれた方が、へにゃへにゃになって潰れてくれるからかさばらなくてありがたいくらい。まあその代わり、水を吸って重くなるけど。総輪道ってすなわち礼節を知る、って言うだろ。他人を気遣う余裕なんてないんだよ。まあわかる。引っ越しするなら、ゴミ置き場を見ろって言うしな。ゴミの分別や収集のルールは非常に多く、面倒に感じることも少なくない。大掃除など、ゴミが大量に出て分別が大変な時は、回収業者に依頼するのがおすすめだ。続いては、大学で清掃員をしていた一致によるスレをお送りしよう。学部によるトイレ作法の傾向が、詳しく解説されている。思い当たる節はないか、注目してほしい。大学で清掃員やってたけど、トイレで性格や癖などが、学部によって違うのがよくわかる。語る、と言っても人生だとか物語じゃない。学部によって、トイレ作法や潔癖のレベル、性格に偏りがあったりするのを、最近気づいたから、ちょっといろいろ書かせてもらう。清掃員が底辺は、まあその通りなので、そこは場にしてもらって構わん。ゆっくり語らせてもらう。清掃員とかいうせいじゃ。この人たちがいなかったら、とんでもないことになるマジで。まず社会学部系。トイレ作法。普通。多分一番標準的。特別汚く使うわけじゃないけど、綺麗に使うわけじゃない。顔面レベル。女子は高い。男子は普通。性格。みんな人懐っこい。人を見下すというのあまりしていない。友達に年齢は関係ないぜ。イエーイって感じ。文化祭は一番張り切る。社会学部に混ぜとくか迷ったけど、経済学部系。トイレ作法。男子が割とひどいが、まだ最下位ってほどじゃない。なぜか後片付けが苦手なようだ。女子は綺麗である。顔面レベル。全体的に低め。性格。男はおそらくマザコン傾向高いと思う。女は自立したいがためにプライド高め。ぼっち飯が意外と多いのが、なぜか気になるところ。少し人を見下すところあり。経済習っているのに、財布を落とすことが多い謎。初っ端から鋭い分析を披露する一致。思わず戸惑うスレミンが、一致に問う。なんで学部別でわかるの？いろいろな大学に行ったから。偏差値はどこも高めと言われているけどかなの？って思う学校はあった。ちな関西だから他の大学はいいかもしれない。京大のトイレ行ったことあるけど、ホテル並みの設備と清潔さだった。国際系の学部、トイレ作法、留学生が多いのだが、これが意外と綺麗である。韓国人以外は、欧州あたりの留学生は、清掃員が入っていると絶対に入っていいか確認する。顔面レベル、男子顔面レベルは、理工学よりヤバいと思う。本人たちはイケてると思っている。女子は普通の中にとんでもなく綺麗な子も混ざっている。フランス語専の女子は漏れなく部。性格。社会学部同様、友達に年齢は関係ないタイプ。男子は意外と恋愛に奥手っぽい。女子はテンション高い子が多いのだが、浮気率高い。びっくりするくらい学内二股率高い。日本人の彼氏いるのに、留学生とキスしてる子多くて、低層概念疑った。一度喋ったら、みんな友達くらいにはフランク。韓国人以外は、底辺らしいイメージのバイアスだな。清掃員がなんでそんなに詳しくわかるんですかね。通りすがりや昼休みの清掃中に、会話を盗み聞きし放題やで。いやでも聞こえてくるで。教授に一度スパイ頼まれたから、行動は慎んどいた方が無難ですよ。文学部系。トイレ作法。なぜか用を足した後三角折りしていく女子率高い。男子は鏡の前でやたら髪型を気にするが、10分も鏡の前で何してるの？って感じ。一番長便所。スマホなら外でしてくれ。顔面レベル。男子普通。女子普通、稀に妖怪。性格。経済学部よりもなぜか、意識高い系が多いが、何か方向間違っているタイプが多い。女子は大学卒業できればいいやーと背負っているものが軽いのか、一番恋愛に明るい学部であろう。通りすがりに聞く話題が、恋愛ばかりである。勉強はどうした？男子は昼休み中読書していることが多いが、ラノベ率が高い。大体金髪に合ってないから、やめた方がいいよ。
文学部系は、おとなしいやつとドキュン地味たやつと二分される気がする。宗教系、主にキリスト教系、トイレ作法、男女ともにそ綺麗、トイレ時間もそ短い。だが短いだけにブボボモアート、音は遠慮しないようだ。なぜか生徒も清掃員に対してお疲れ様ですとか、ありがとうございますと、言う。顔面レベル、中の上、性格、基本優しい人が多いが、人見知り率も高い。挨拶を徹底的に重視しているのは、おはようございますと、声かけしてくる率が高い。なぜかお菓子をくれる子が多い。ぼっち飯率も高いのだが、忍者のように巧みに隠れて食していることもある。アニメ好きが多い。余談。暗闇の教室の中でご飯を食べるのは怖いので、全学部やめてください。宗教系、仏教系、トイレ作法、長便所が多い。たまにご実家であろ社長を捨ててある。トイレの中でなぜか熱く語り合う生徒が多いのだが、教室からうんじでしてほしい。顔面レベル、普通。みんななぜか唇プルプルなんだけど、どうケアしているのだろうか。性格、成人とかは別にいない、普通の気さくなお兄さんタイプが多い。あとうっかりさんが多いのか、忘れ物の多いこと多いこと。卒業するまでに彼女作って、どう卒業と、けしからん考えを持たず、卒業するまでに嫁候補見つけると、付き合うイコール結婚と、重く考えているようだ。当たり前か。仏教系の方がいたら、ぜひ唇ケアについて教えてほしい。福祉&介護学部系。トイレ作法。一番やばい。お前らが初下粉5分と、思うレベル。正気にガム捨て当たり前。てか床にも当たり前。手洗い場にラーメン捨てて詰まらす当たり前。うこ流さない当たり前。トイレットペーパーは床に捨ててもいいと思っている風潮がある。女子も一番やばい。わざわざ清掃中のトイレに入ってきて、化粧をしだすわ、雑談しだすわやばい。顔面レベル。普通。性格。どうもみんな滑り止めや、文学部同等大学だけは、と思って入学する生徒が多いようでひどい。授業サボりも一番多く、授業中大声で雑談し、邪魔をするのも日常茶飯事。正直自分の娘、息子が結婚相手にこの学部の子を連れてきたら大反対したいくらいヤバい。しかし、恋愛は一途なタイプが多いようだ。恋は盲目で、恋人にプレゼント攻めやデートしまくるタイプ。その優しさを他に分けてくれ。余談。教授や講師に関しては生徒とは違い、一番成人である。生徒はふるいにかけられてる最中なんだろうな。そもそも結構ストレスのある学部だろうし、それをくぐり抜けた成人のみが、教員になれると。意外だな。医学系、トイレ作法、女子は完璧なまで綺麗である。男子はなぜか己のピンを見つめることが多いのだが、何を考えてそんな見つめているのだろう。個室からほうとか、へーとか聞こえているが、ひょっとして、埋まる子観察してるのか。顔面レベル、普通。女子は高い、性格、女子は気が強い。男子は口数少ないのとめっちゃ喋るのと、両極端。めっちゃ喋るのは浮気率高い。そうなると学部内二股率も高い。女子は恋愛に対して真面目で一途なようだが、どうも男に恵まれないようで、嘆いていることが多い。女子の自炊率が比較的高いので、料理できる子が多いっぽい。教育学部がどんなんか興味ある。理系は無駄か。理系だけどうまとめるか悩んでるんだよ。宇宙とかようわからん細胞とかさ、おばさん高卒だからわかんない。宇宙細胞理系学部のトイレ作法は癖が強いようだ。余談。介護&福祉を習いたいという子に言いたいのだが、医学的なこともがっつり学ぶので難しいので、なんとなくで入らない方がいいと思う。人間科学部は、文系理系どっちなんかな。まあ、大学によって結構違うと思うけどな。例えば、うちの国際系は教養学系統にあって、結構頭も顔もいいやつが行く印象だったし。教育学部、トイレ作法、女子は綺麗である。男子もまあまあ綺麗なんだが、変態が多い。今まで数人に金見てくれとか、全裸男に遭遇したことがある。闇が深い。顔面レベル。男子は高めだと思う。女子は普通。性格。女子はおおらかに見せかけて、行動が大胆である。活発なので怪我率が多い。みんな落ち着いて行動して。男子は何かを達観した感じの子や、ふわふわした雰囲気の人が多い。女子高生や中学生と付き合っているとたまに耳に挟んで、微妙な気持ちになる。まあ、キャンパスによって完全に隔離しているところもあれば、ごっちゃになってるところもあるね。まあ、平均的なものとして見ていただきたい。おお、怖い怖い。確かに今の〇〇学部バツバツ科という名前、やたら長くて難しいのが多いよね。はえー。ごった名前の学部、学科って何やってんだろうな。生命系の学部、なんて言ったらいいのかわからない。トイレ作法、綺麗である。地持ちが多いのか、男子トイレに結婚が多い。ゴミの分別がなぜか苦手なようだ。顔面レベル、
普通なのだが、たまにすごいクリーチャーがいる。性格、やたら人見知りが多いのか、挨拶すると、どうも、とか、ギュフ、おはようございます、とか、キョドル、そんなキョドらなくても敵じゃないよ。普段いない若めの女性が、突然挨拶してきたら驚きますよ。小学部、トイレ作法、普通、特別汚いということはない。男子のがやや綺麗な気がする。汚したり、汚れてたら一声かけてくるので、逆にありがたい。顔面レベル、男子は高め、女子は普通、性格、明るくノリが良く、意外に勉強熱心な子も多い。だが、授業中ざわざわ率は高めのようだ。先生の教え方が悪いだけかもしれない、と最近思う。コンビニや惣菜でご飯を済ます子がダントツなので、ババア、みんなの体が心配。余談、たまに芸能人や、芸能人の卵みたいな子がいるのだが、女子は、女子陣や男子勢が守ってくれるみたいで安心のようだが、男子は、女子ファンのストーキングや、熱烈アプローチに困ったりする例が、ちょいちょいある。友達がそういう芸能人的な子は、たまに守ってあげてほしい。あいつらゴミ箱の仲間で漁って、個人情報集めようとするからな。スパイ映画かな？ほんまに今時のゆるふわ女子が、普通にゴミ箱漁っててんで、恐怖しかないやろ。ちょっと今日はもう疲れた寝る。理系と他の学部はまた今度書く。みんな、ババアの戯れごと見てくれてありがとう。放課後遅くまで残って勉強してたり、朝早く来て勉強して努力してるの、おばさんしっかり見てるよ。みんな体調崩さないように頑張ってね。一つだけ質問に答えておくけど、近藤さんは多目的トイレでたまに見つかる。一回だけ男子トイレで落ちてた。以上、おやすみ。面白い。理系とか、他の気になる。一致は、掃除をしながら学生たちを温かく見守っていたようだ。にしても、トイレの中も意外と見られていることが分かった。気をつけよう。続いてのスレでは、分別がされていないゴミがどうなるのかを見ていこう。ああ、燃えるゴミにレンジとカミソリと圧巻入っとるやんけ。結果、回収したろ。マジで分別意味ねえよな。よくありそう。ワイはちゃんと分けてるけど、捨て場行くとひでえもん。でも次の日綺麗になってんだよな。あれ掃除当番が片付けてるんちゃうん？そんなことないぞ。たまにそれで、ゴミ収集車が火災になるからやめろって、ワイの詩では書いてある。やめろって言われてやめるやつおるか？わけないやつは、とことんわけないやろ。やめるやつの方が多いやろ。もちろん、やめないやつもいるだろうが。袋も透明じゃねえし、頭おかしいわ。広告で覆って、中身見えなくしたろ。でもゴミ屋でコンベア流して破砕機に入ると、たまに電池が破砕される時に火花出て、火災になる時あるんやで。たまにならええやろ。火事やなくても、破砕機壊れたりして、修理に行く身にもなれや。ガムテ巻いてカミソリってわからなくしたろ。大人になって分別もできないような人間どうなってるん？頭おかしいだろ。火災とか聞いたことないけど、それ以前にルール守れやほんま。高性能の焼却炉持ってるとこは、燃えないゴミも燃やせるらしいで。これはちょっと語弊があるので説明しよう。不燃ゴミは回収された後に、処分場でさらに細かく分別され、金属などはリサイクルへ、燃やせるものは可燃ゴミとして処理されている。残った不燃ゴミは粉砕機にかけられ、さらに細かい金属片などを取り除く。とどめの選別古い機にかけ、金属や可燃ゴミをきれいに取り除く。そこまで分別して、残った不燃ゴミだけが埋め立て地へ運ばれる。ちなみに純粋な不燃ゴミは、ガラスくずや陶器くず、砂、石などだ。大人じゃないんやろな。リチウムイオン電池がやばいんやっけ？電池バレンシエやろ。燃えるゴミにプラゴミ紛れ込ませるのはたまにやるわ。不燃が捨てづらすぎる。バレるとかの問題ちゃうねん。分別ルールが変わって、ほとんど燃えるゴミで出せるようになったのに、近所のババアが、分別しろって強要してくるわ。知らないのか知っててやってるのかは不明。こういうレス見るけど、近所の人とか関係なくない？家の前に置いといたから、回収してくれるやん。家の前にゴミを出し、収集車がピックしてくれるスタイルは確かに便利だが、デメリットも少なくない。中でも、生活時間が人に知られるというセキュリティ面に不安を持つ人が多い。一方で、個別回収を行うことで、ゴミ出しのマナーが向上したという研究結果も出ている。電池入ったままのミニ四駆のゴミ見ると悲しい気分になる。処理場でまとめて燃やすから一緒や。回収した奴らが分別してくれや。あっちで自動で分別できねえのかよ。生ゴミと電池とガラス瓶、同じ袋に捨てたんやが。濃縮ウランも捨てていいですか？おかげでボロアパートのくせに監視カメラついたわ。一番高い設備で草。しかもゴミの質変わってねえからな。本気で管理会社って、騒音問題とか真面目に取り組まねえし、なんで金もらえてんだよ。そら管理会社は、何件もアパート抱えてるから、お前が住んでるボロアパートなんか適当やで。管理費あざます。空き缶は出してる。
ジジババが周りによると、ゴミ捨てた時に音鳴らないか心配でしゃあない。普通職場で捨てるよね。金属の網が入ってても持ってくからな。自治体のジジイが立つだけで明らかに分別されてないゴミは減る。ライターが燃えるゴミでいいってマジ？ライターは不燃ゴミ、可燃ゴミ、資源ゴミ、危険ゴミと、自治体によって分別が様々だ。ただし、ガスをしっかり抜いてから処分するのは共通だ。風通しが良く火の気がない場所で、操作レバーを下げたまま固定し、中身の液体が空になったら OK だ。電池はもっと簡単に捨てられるようにしてほしい。うちの自治体は缶と一緒に捨てるだけやけどな。そっちは難しいんか？各家庭で分別するよりも、ゴミ処理場でまとめて分別した方が効率がいい。分量により、現代社会は便利快適になっている。電池とかガラスはやらんけど、燃えるゴミにペットボトルとかちょっとだけまとめて捨てるのはやるやろ。ペットボトルくらいまでやろ、ギリギリセーフなの。ペットボトルは余裕でセーフや、躊躇する必要ない。植物油やシャンプーが入っていた容器や、綺麗に洗えないペットボトルに関しては資源ゴミに出す必要はない。タバコが入っていたり、工作などで加工したものも同様だ。ワイの燃えないゴミ持って帰ってくれんのやけど、何が悪いのかわからんで困る。律儀に毎回ペットボトルの蓋と本体分けて捨ててたのに、ゴミ箱の内部で結局一緒のゴミ袋に吸い込まれてるのを知った時のワイの気持ちよ。普通コンビニで捨てるよね。ワイ、ちゃんと短絡しないようにテープ巻いてから燃えないゴミに捨ててる。燃えないゴミってそもそもなんだよ。太陽に放り込んで形が残るようなゴミあんのか。ワイのマンションゴミ捨て場に監視カメラ5台ついててくさ。水銀入ってない電池ならゴミ出していいって、小学生の頃ビデオで見たぞ。1992年以降に日本で製造された電池は、すべて水銀不使用だ。電池に関しても、有害ゴミ、資源ゴミ、可燃ゴミ、不燃ゴミと、分別は地域で異なる。ちなみに、電池から白い粉が出ている場合、この粉は強アルカリ性なので素手で触ると化学やけどになる可能性がある。目に入った場合は、大量の水で洗い流してから病院を受診しよう。電池を律儀に分けてるやつ、この世に存在しない。自治体の焼却炉の気合の問題であって、燃えないゴミなど存在しない定期。Y のマッマが古新聞回収の紙に雑誌入れんなってブチ切れられて、読売契約解除しとったわ。あれなんで入れちゃあかんの？新聞紙と雑誌と段ボール、それぞれに売り払い単価が決まっとるから。新聞紙のみで契約しとるところに他の混ざると面倒なんやろ。紙の繊維の大きさとかが違うから、混ざると強度が下がるだかって聞いた。一生瓶も燃えるゴミやで。俺は、リチウムイオンバッテリー捨てるのはさすがに、ハラハラドキドキするわ。ゴミ収集車で火災事故起きてるみたいだし。海外とか分けてもせいぜい2種類くらいなんやろ。国や地域や自治体による。普通袋にまとめてデカめの皮に捨てるよね。Y の勤めてる工場は、簡単なゴミの分別すらできない猿人間ばっかりや。そんな連中がいい製品作れるわけないやろ。リチウムイオンの携帯バッテリーって、捨てる方法今のところないんやで。知ってたか？敵のゴミ箱に捨てろってこと？どういう意味？電気屋の回収ボックス使え。スーパーで生鮮食品を出してビニールに入れ替えて、トレイをレシート用ゴミ袋に入れるジジババその場で蹴り飛ばしたいわ。電池もカミソリも普通に捨ててるわ、あかんかったんか。わい、最近ゴミ捨てに急にリテラシー持ち出したわ。プラ再生で分別できるゴミ多すぎてびっくりしたわ。普通のゴミ出しで出す量めっちゃ減るで。実際これでゴミ収集車燃えたら、弁償請求くるんけ？アルミ缶分別するの面倒や燃えるゴミの中心に入れたろ。アルミだけならセーフやろ、スチールはあかんけど。リチウムは回収側に問題あるわ。回収しません、自分で回収先持っていけ、回収先は自分で調べろ、スタンスだもん。電池回収日に袋にリチウムと書けばええやろ。カミソリみたいに。リチウムイオンの生セルとか、スマホの交換したバッテリーとか、捨てるとこないから燃えるゴミで出してる。山田電機でタダで回収してもらえるで。会社のゴミ分別面倒いわ。参拝にティッシュ1枚混ざってるだけで回収してくれん。業務用はマジでうるさいし細かいよな。こっちはそ高い金払って契約しとんのに偉い強気やで、あいつら。燃えるゴミ、燃えないゴミ、資源ゴミ。ゴミはこの3種類だけでいい。これ以上分けて分類する意味はないと思うわ。電池か、そのままコンビニのゴミ箱に捨てるか、カミソリか、ビニール袋に入れてコンビニのゴミ箱に捨てるか、空き缶か、ビニール袋に入れてそのまままとめてコンビニの燃えるゴミ箱に入れるか。ご存知とは思うが、コンビニへの家庭ゴミの持ち込みは禁止されている。仮に捨てた場合、不法投棄や営業妨害に当たる可能性がある。職場へ持ち込んで捨てた場合も、廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反として罪に問われる可能性がある。やめておいた方が無難だ。ヒゲ剃り使い捨てのはキャップを捨てずに、捨てるとき付け直して、燃えるゴミやぞ。リチウムイオンバッテリーはマジでないぞ。
スマホはリサイクルボックスにぶち込むくらいしかない。菓子とかのパッケージとかペットボトルのキャップとか包装してるやつとか、食品載せてるトレイとかヨーグルトのパッケージとか、バターマーガリンのケースとか、全部プラ再生。リチウムイオンは一生分集めても大した量にならんし、一生持っとけってことやぞ。遺品整理の時に初めて捨てられるんや。妊娠したり発火したら危ないやん。自治体のゴミ分別一覧表に、カミソリ載ってなくてわからんかったから、テープで刃の部分保護して燃えるゴミにしてるわ。家電リサイクル法知らんやつ多すぎるからな。冷蔵庫とかテレビ捨てるのに、郵便局に持ち込むアガおる。あれリサイクルで金取られるくらいなら、ハードオフ持ち込んだ方が良くない？冷蔵庫は少しでも古かったらイヤンをしてくるからな。過去5年分しか買い取ってくれんから、型落ちだと回収すらしてくれないんだよな。ワイは個人のリサイクルショップ兼回収屋に電話して、年一で全部持って行ってもらってるわ。5000円ででかいの持って行ってくれるからそ楽やで。段ボールそのまま入れたら持っていかねえくせに、半分に折って燃えるゴミの袋に入れたら持って行ってて草。どういう基準やねんほんま。わかってたら取り除くから、知らずに清掃所で土管して半分機能停止とかよくある。めんどくさいからツナ缶の缶も、燃えるゴミに捨ててるわ。燃えるものはガチで全部燃えるゴミでいいんよな。金属とかガラスとかだけや、分けるのは。ゴミの分別ほど時間と労力の無駄はない。マンション内が集積場だからきちんとやってるけど、会社だとごちゃ混ぜでも持っていくからざっくり。地域によりケリア、Y の県内でも厳しい地域と、厳しくない地域があるし。そういやスマホのバッテリー剥き出しのまま使えんやつ2つ、引き出しの奥に封印しとる。それ火事になるぞ。じゃあ明日燃えるゴミ出しちゃう。リチウムイオン電池はメルカリで売ったらアーが購入してくれる。リチウムイオン電池、内容液が空気と反応して発火します。燃えるゴミやからええやろの精神。正直電池とか余裕で入れるし、こないだは掃除機分解して燃えるゴミにぶち込んだけど、特に回収スルーされることもなかった。いかんのか？ええぞ。焼却炉の火落として清掃する業者の仕事作ってやらんとな。この前古い iPhone、ハマグリみたいになりよったからガムテープ巻き巻きして、燃えるゴミにしたんやけど、あかんかったんか？ダイソンの掃除機を不燃で捨てた翌月あたりに、ダイソンの掃除機バッテリーで火災が起きたから捨てないで。的な回覧板が届いてハラハラドキドキしたわ。監視カメラ映ってるから君が捨てたのは完全にバレてるで。ワイより先に不燃ゴミの日に、ゴミ袋あさって金属やら家電持っていくやからを取り締まってほしいわ。簡単なゴミの分別すらめんどくさいとか言っててできないとか、ご人間多いな。数週間回収されずにある日いつの間にか消えるようなゴミって、どっちが折れてるんやろ。分別できないならゴミ税みたいの新設しろ。分別率が目標いったらなくなる変動税率にして、そうすりゃ分別しない低収入も焦って始めるやろ。分別するから電池とライター簡単に捨てれるようにしてくれ。環境省によると、充電式電池が原因の火災や事故は、2020年度で約1万2000件も起きている。なんならゴミ処理施設の火災は、毎日のように起きている。愛知県豊田市では、ゴミ処理施設の火災により、一時的に処理場が使えなくなったことがある。市は住民にゴミの量を減らすよう、3ヶ月にわたって呼びかけた。生活に欠かせないゴミ処理。感謝を込めて、しっかり分別しよう。最後までご視聴ありがとうございます。ゴミにまつわる困りごとやびっくりした話がありましたら、ぜひコメント欄で教えてください。この動画が気に入っていただけましたら、高評価とチャンネル登録もよろしくお願いいたします。